高知市が給付金5万円の支給を予定しているのは、住民税が非課税の4万9640世帯です。市は今日から順次確認書を発送していて、給付金を受け取るには必要事項を記入して郵送で送り返す必要があります。また、住民税が非課税ではない世帯でも、今年の収入が減って非課税となる水準を下回っていれば支給対象となります。その場合、給付金を受け取るには申請書に記入して提出する必要があります。申請書はあさってから市役所の窓口やホームページで手に入れることができます。給付金の支給は来月上旬から始まる予定です。